未経験職種へ転職する場合、面接で聞かれる質問や評価されることが通常と変わってきます。この動画を見てしっかり対応できるように確認しましょう。こんにちは、滑らない転職エージェントの末永です。今回は未経験職種への転職の際に面接で特に聞かれる質問を3つ紹介したいと思います。これまで1000人以上の転職をサポートしてきた経験から具体的な対策方法までお話ししますので、ぜひ最後までご覧になってください。本題の質問の話の前に、まず未経験職種への転職についてお話します。結論から申し上げますと、難易度はかなり高いです。大前提として企業側は将来長期的に雇用したいと思い面接しています。そのため前職との環境の差が大きく、一から勉強をする必要がある未経験者はすぐに辞められる可能性が高いため、企業から厳しく見られるのです。未経験職種に転職したい理由が、この職種なら待遇がいいのではないか、なんとなく伸びているからいいのではないかのような抽象的なものではいけません。面接に挑む前に、まず志望する理由になる体験や動機は何なのかをはっきりさせる必要があります。それだけでなく、入社後に素直に知識のキャッチアップをし続けられるのかの自問自答も必要です。この場合であれば、私はこれまでの営業経験を通じて根拠のあるデータを用いて効率よく顧客へのアプローチを図る重要性を実感してきました。独自にアンケートの実施や顧客のニーズに合わせた潜在を活用するなど、マーケティング的な発想での行動をしてきました。それと同時に、ウェブマーケティングツールの活用について強い関心を持つようになりましたのような、実際の体験を踏まえたような動機がないといけないでしょう。これらの志望動機の詳しい作り方に関しては、同チャンネルの他の動画で詳しく説明しています。概要欄に貼っておきますので、ぜひ合わせて参考にしてください。このように未経験職種だと一からのスタートなので、その分面接で聞かれることや評価されるポイントも変わります。新卒は全員同じラインからのスタートですが、転職の場合は入社前からいる経験豊富な同世代の社員たちと同じ土俵で比べられるのです。ですから、すぐに彼らとの遅れを埋め、彼ら以上に活躍する覚悟がなければ転職を成功させることはできないのです。これらを踏まえて、実際に未経験職種に挑戦したい人に向けて、対策すべき3つの質問の答え方や、逆に NG な受け答えについて詳しく説明していきます。それでは早速1つ目ですが、なぜこのタイミングで全く経験のない業界に転職しようとされたのですかという質問です。この質問をする面接官の意図としては、前職で何かネガティブな問題があってこの業界を志望しているのではないかと探りを入れることです。人間関係や業務内容が自分と合わなかったなどの退職理由であれば、転職をしてもまたすぐに辞めるのではないかと思われてしまいます。特に前職が短期離職の場合は、さらに深掘りされるでしょう。企業側としては長期的に働いてもらうことを前提に採用しますし、余裕のない企業であればあるほど余剰人員を入れる余裕はありません。そのため、転職者に関してのネガティブな点はできるだけ払拭しておきたいのです。この質問に対する NG な返答としては、前職での人間関係があまりにも辛かったためですなど、ネガティブな事実だけを正直に話すことです。これだと転職した後で人事異動や人間関係で問題が出たら、職種に関係なく辞めると思われるからです。このような転職理由を聞かれる質問では、2つのポイントを押さえる必要があります。1つ目が、前職の不満、ネガティブ要素を他責にすることなく、ポジティブに伝えることです。前の会社は完全に年功序列でした。私自身は高い成果を上げることができ、会社に一定レベルで貢献できていたという自負があります。ただ、より責任ある大きな仕事や役職は、常に入社在籍歴が長い10年以上の年配の先輩方が任されておりました。より責任のあるもっと大きな仕事がしたい、キャリアアップがしたいと思い、上司に直談判してみました。しかし、年功序列は変えられないとのことでしたので、今回転職を決意した次第です、というように、自分で何か行動に移したことも伝えられるとさらにいいでしょう。2つ目が、より前向きにこういうことを強化していきたいというポイントをアピールすることです。現職の営業経験の中で、マーケティングに関わるプロジェクトを経験しました。その中で、営業よりもより多くの顧客に関われるマーケティング業務に興味を抱きました。しかし、今の会社ではマーケティング部門に移動できる機会がなく、詳細は御社とは異なります。しかし、現職での自身の営業経験を生かすことで、記者に利益貢献できるのではと判断して転職を決意しました。このように、経験を生かして活躍したいという意思表示を付け加えられるとさらにいいでしょう。2つ目は、未経験の職種に転職して特に頑張りたいことは何ですかという質問です。
この質問に対する面接官の質問の意図は意思確認です。なぜこの人はこの業界職種に未経験で転職したいのか、その真剣度合いはどれくらいあるのか、漠然としたイメージで志望されていないかというような本人の入社意思の覚悟を確認します。もしただただ楽そうだから、定時で帰れそうだからなどという表面的な理由だけを考えているとします。その場合企業側は実際の厳しさや想像とのギャップを知った時にまた辞めてしまうのではないかと考えてしまいます。経験者の場合は即戦力として採用されますが、未経験の場合は企業側は入社3年目までは戦力としてではなく一種の投資としてあなたを採用します。その後一人前になった後で利益を生み出してもらおうと考えるため、3年以内に退職されると採用コストが回収できないのです。ですのでこの質問に対して、今はまだ未熟なので特にありませんが、将来力をつけてからマネジメントにチャレンジしたいと思いますのような漠然とした理由だけを述べたものは絶対に避けるべきです。必ず自分の原体験を一緒にして伝えるようにしましょう。私はこれまでの営業経験を通じて根拠のあるデータを用いて効率よく顧客へのアプローチを図る重要性を実感してきました。さまざまな企業を調べる中で、御社では開発から企画、販売、導入、活用に関するコンサルまで一気通貫で行える点に魅力を感じました。営業経験を通じて培った顧客の課題分析の力を生かして仕事に取り組んでいきたいと考えています。こちらの例の方がより熱意が伝わってきませんか？一生懸命考えた転職理由や志望動機が他の転職者と似たとしても、原体験まで他の転職者と似てしまうことはほとんどありません。繰り返しにはなりますが、しっかりと自分の過去の経験とこれから頑張りたいことをすり合わせて自分だけの回答を作りましょう。最後3つ目は、未経験の職種に挑戦しようと思った理由は何ですかという質問です。この質問の面接官の質問意図としては、これまでの経験の中で何かこの業界職種を目指すきっかけがあったのではないかと根本的な動機に関して探ることです。先ほどの質問と被る部分はありますが、今までの仕事が嫌だからやってみたくなったという突発的なものや、ネットで調べたらこの業界がいいと書いてあったからという他人任せな志望動機になっていないかの判断をします。この質問に対して、学生の頃から企画業という職種に興味があり、現職で営業として仕事をするうちに自分の人生後悔したくない思いが強まったからですと答えるのは、一見いい回答に感じるかもしれませんが、実際は NG です。なぜなら動機が原体験ではなく憧れと浅くて抽象的だからです。また正社員として採用し長期間力になってほしいのに、後悔したくないからと困難にぶつかった際にすぐに転職されてしまうのではないかと思われるからです。ですのでここでも過去の原体験や大きなきっかけを伝えることを意識しましょう。5年間営業を続けてきましたが、営業を続けていく中でお客様の生の声を直接聞く機会が多くありました。そういったお客様のニーズに応えるように商品の企画をしてみたいという思いが強くなったため転職を決意しましたというように、自分の原体験について触れるということが大切になります。いかがでしたでしょうか。ここまでの3つの質問、なぜこのタイミングで全く経験のない業界に転職しようとされたのですか？未経験の職種に転職して特に頑張りたいことは何ですか？未経験の職種に挑戦しようと思った理由は何ですか？に関しての正しい答え方を紹介しました。これらの質問の回答として共通する意識するべきポイントは、自分の原体験に紐づけて具体的に話すということです。未経験職種への転職の場合はポテンシャル採用といって、あなたの将来性にかけて企業は採用を決めます。ですので企業にとってこの方なら期待できるという印象を与えるために、しっかりと面接準備をしましょう。しかし面接対策といっても何をすればいいのかわからない、一人で面接対策をするのは不安だなという方もいると思います。私末永が代表をやっているアクシス株式会社では、皆さんの転職を専任のキャリアアドバイザーがしっかりとサポートしてくれます。無料で気軽に相談できますので、ぜひ概要欄のリンクからお気軽に相談してください。これからも働くをテーマに、全ての転職者ビジネスマンに役立つ情報を発信していきますので、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。 Yeah!